こんばんは、速稼塾の久保です。いや、今日はね、すっかりやられてしまいました。私がね、再三申し上げている花江龍馬さんが、その速稼塾をね、非常に高く評価してくださっている動画をまた見てしまったんですよね。しかも私、再生数1番目なんですよ。花江龍馬さんの動画って私ね、再生数1番を取ることが結構多くって、相当私はね、花江龍馬さんが好きなんだなと思うばかりなんですよ。まだ28歳とかって言われてましたけどね。私ね、花江龍馬さん想像するに、私なんかとんでもないぐらいぶち抜いてとてつもないところまで行く方だと思います。28歳であのマインドとあの行動力とあの思考ができるってことはですね、きっと30代とか40代になった頃っていうのは本当にね、私なんていうのも召使いで使っていただける動画みたいな、そんな存在になると思います。当然チャンネル登録者数も増えていくと思いますし、それから再生数もねバンバン量産していくんではないかなと思います。花江龍馬さんに学ぶところは結構多いなと思う私なんですけども、ここからですね、私は速稼塾塾生さんにちょっとねお礼とお願いをしたいと思います。まず一つお礼です。花江龍馬さんが、それから他の方もなんですけども、速稼塾をね高く評価してくださることが結構多いんですけど、それはですね、私の働きがどうこうではないんですよ。きっと速稼塾の塾生さんの皆さんのねアクション、この凡事徹底ぶりと思ったらすぐやるみたいな方が本当に多いんですよ。特に40代過ぎて50代、中には60代の方が YouTube やったり SNS やったりね、とにかく自分の自己表現、自分の人生はこうだったんだ、自分の見解はこうなんだよってことをもうね、多数派に埋もれることなく少数意見でも発信してくださる。いや、少数意見だからこそ言ってくださるっていうのは、私の多数決から少数決へっていうのをよく受け止めてくださってることだと思うんですよ。本当にこのメッセージにやっぱりね、多くの方がきっとね、速稼塾ってものすごいなと思ってくださるのは、速稼塾の塾生さんがすごいんですよ。で、私なんてのはね、もう、なんですかね、適当なこと言ってるだけなんで、私の講釈なんて、まあ、どうでもいいわけなんですよ。そうではないと。私の発信とか、その他の皆さんの暮らしの中で、自分の、最適解を見つけてくれるんですよ。最適な答えですね。最適解を見つけてくださって、そのために行動するのが YouTube であり、それから SNS であり、その他の方法だと思うんですよね。便宜上インターネットを使ってるだけであって、本当はね、皆さんの心の中の本当素養がですね浮き出てきただけなんですよ。もともと皆さんには成功する素質があって、表現する素質があって、何もかもできる、そういうふうなね可能性をすごく秘めた人だったと思うんですよ。で、こうか不幸か、私みたいな年代っていうのはどうしてもね、集団教育とか協調性ってものを重んじられる、そういうふうな育ち方をしましたんで、個人の大切さに気づくのがちょっと遅れたんですよね。遅れたけど今ね、目いっぱいできるからいいじゃないですか。私たちが個人の素晴らしさに気づいた時って、個人の素晴らしさをね拡散するためのインターネットとかスマホっていうのが出てきたんで、ちょうどタイミングが良かったと思えるんですよ。で、私たちは集団の大切さも知り、そして一人の貴重さも知っている、その両方をね扱っていける、そんな世代が40代50代だと思うんですね。ぜひね、これからも情報発信をねしっかりしていっていただいて、ここは私から申し上げるお礼の部分なんですけども、本当にね、皆さんのおかげで私が存在できていることもありますし、私が今ね育児のことをずっと放送できるのも受け取ってくださる皆さんのおかげだと思います。再生数がね、少ないとか多いとかあんまり関係ないんですよ。私が発信をしていいっていう場をね許してくださる、これは視聴者の皆さんのおかげだと思ってますし、塾生さん皆さんの活動の結果だと思います。本当にありがとうございます。花江龍馬さんもね、ありがとうございます。そしてこれからお願いなんですけども、さあ、花江龍馬さん、その他の皆さんね、花江龍馬さんですけど、今回は速稼塾の塾生さんは年相応と言いますかね、年代がそこそこ言ってるのに、ものすごく前のめりで行動してるっていうふうに評価してくださってますよ。これは評価と同時に期待だと思いますね。期待だと思います。皆さん、これからどうしますか、ね、これからの YouTube 活動を続けてもそのままいいんですけども、この YouTube を花江龍馬さんありがとうとかね、花江龍馬さんのどんな動画が好きみたいなところに変えていくってことができると思うんですよ。まあ言ってみれば、恩返しのための、今度はね、言い方ちょっと悪いですけども、花江龍馬さんをちょっとね持ち上げるというか、良いしょするようなお礼の動画ですよね。架空のことを言う必要はありません。本当に花江龍馬さんの素晴らしいと思ったところを動画で表現していただければいいと思います。まあ、ここまで言ってね、誰もやってなかったら私からちょっとね申し訳ない気持ちになるんですけども、きっとですね、一人でも二人でも花江龍馬さん宛ての動画をアップロードしてくださって、そしてその動画をですね、きっと花江龍馬さんは見つけてくださると思います。ここで、ね、YouTube の不思議な縁ってのがありますよね。この前も育子さんと、育子さんって言ったら愛知ですよ。そして西アグラソンっていうね、もう
とんど鳥取とか島根、鳥取か、鳥取に近い方のね、あの西アクラ村という岡山県の山の上の上の方ですよ。うん、私の町から行っても3時間ぐらいかかるところなんですけども、隣の県なのに下手したら大阪行こうが近いんじゃないかなみたいなね、距離なんですけども、まあそこからね、あの発信したものが結びついて、イクコさんと西アクラ村の山根さんってこうリンクしたじゃないですか。私も紹介動画作らせていただきましたけども、うん、でこれが素晴らしいなと思うんですよ。 YouTube に一歩足を踏み入れたことによって自分の人生を変えることができましたよね。今までは情報を受け取るだけだったんですけども、私たちはこれからね、情報を発信することができるんですよ。そこには事実に基づいた自分なりの解釈、正解とか不正解はないんです。それは自分が感じたのはこうだったんですよってことで自由に表現できる場所があるわけですよ。そしてそれを尊重してくれる人がいるんですよ。尊重っていうのは必ずしも同じことを考えてますよってことではないかもしれません。でもですね、あなたの意見も最もですね、素晴らしいと思います。そして私の意見も聞いてください。意見はお互い違うけども両方あっていいよねっていうね、こういうふうなね、お互いの違いを認められる、そういう世界が私たちの前に広がってきたわけですよ。私たちが育った時代っていうのは、一人だけ違うことしたらそれはみんなと違うことをやらないでくださいとかね、あなたが一人勝手なことをやったらみんながそういうふうなルールに合わせないといけなくなるから大変なんですよっていうふうに言われて、結局自分一人が本当に自由にやろうと思ってもそれがね NG だったりしたわけなんですよ。でも今は違いますからね、過去を振り返ることなく今は自分が何をやってもいいんだと、最終的な責任は自分が取るわけだから、何を表現してもいいんだ、どう行動してもいいんだってことをね、もう胸を張って表現できる時代だと思います。今日のお願いは、こうですね、花屋龍馬さんを意識したちょっと動画をこういう時だからこそ撮っていきましょうっていうことと、あと一つはね、皆さんのおかげで速稼塾が成り立っているということのお礼でございます。今回は花屋龍馬さんへのメッセージというよりも、それを受けてのね、速稼塾塾生さんへのメッセージになっております。で最後に申し上げますけども、速稼塾っていうのはですね、今世界14カ国に塾生さんがいらっしゃって、それから生徒数っていうのは1000名以上になりました。1000名以上、私ちょっともうカウントしてないんで、1000名突破した時に嬉しくって、もうそれ以上、まあ1万名になることはないかなと思いましたんで、それでカウントはやめたんですけども、もともとはインターネットビジネス塾として、アフィリエイトとかね、転売とかね、それぞれのツールの使い方とか、ツールの作り方とか、ホームページの作成の仕方とか、ブログの量産の仕方、それから PV、アクセスの集め方、こういったものを主にやってましたけども、今はですね、やっぱり違うんですよ。花屋龍馬さん言われてたように、ノウハウを教えても、それを使う気持ちを変えていかないといけないんですよね。逆に言うと、ノウハウがなくても、やるぞって気持ちがあったら、ノウハウがないところから、自らノウハウを作り出すわけですよ。で、そういうふうにすると、本当に結果が出ます。でも、ノウハウをやれば、その通りに、教わった通りにやれば結果が出るのかなっていう領域を抜け出さない限りは、これはね、結果出ないですよ。教わった通りにやってる方がどれだけ世の中いると思うんですかってことですよね。教わった通りにやるってことは、結局はこれ、没個性化なんですよ。みんなと同じになるってことなんですよ。だからそこに過当競争が生まれてくるわけですよね。で、私はそれをもうあんまり進めてないんですよ。どうしてもやるなら誰もできないぐらいのね、量産です。動画1万本、サイト1万本、このぐらいですよ。両方とも私はやってますからね。で、ここまで来ると、私と同じぐらいか、それ以上の影響力出ますけども、まあ、YouTube 動画もね、300本とか500本とか1000本とか2000本で値を上げてるようだったら、これはね、YouTube の発信で、何かね、自分の人生をつかむことはこうやってできません。そのぐらいだったら誰でもできるレベルですから。んで、1万本となるとね、それを最初に1万本やりますかどうですかって聞いたときに、ほとんどの人はやるとは答えられないんですよ。で、実際やらないんですよ。1万本やりますって言った人でもね、1万本やらないわけですから。で、そういう現実を見ながらね、私たちは自分に対しては凡事徹底をしっかりと据えていければなと思います。ちょっといろいろと言うことがね、二転三転しましたけども、私の気持ち分かっていただけたでしょうか。では、最後にね、花屋龍馬さん、これからもありがとうございます。速稼塾は今、マインド塾でございます。では、失礼します。